ということで、見た泣いた笑ったテレビ40年の総決算ということでお届けしますけど、生放送このチャンネル、はい、あと7時間45分あるのにもう巻きが来たという、すごいですよ、もう大変です、どんどん行かないと、はい、はい、お、中峰さん来てくれましたけど、やってきました。私が責任を持ってまず最初に選びました。シャウンかけてますからリクエスト来たんですね。はい、こちらはチャコちゃんとフルーツケンちゃんにリクエストがもう早速来ております。はい、中峰さんは、はい、要するにあれなの、電話リクエストなんかあると持ってきてください。そうです、このリクエストカードを持ってここに参りました。皆さんがね、はい、よろしくどうぞお願いします。島崎久子さん、大宮市にお住まいのチャコちゃんという番組をリクエストしてください。34歳ですよこの方は。そうですよ、どうせね、僕は30もうすぐになりますけど、でもね、分かります、もうチャコちゃんなんか仕事見てましたね。そうでね、このご家族っていうのはね、かな、本当の家族だった。お父さんが安井さんだっけ。そうですね、それからお父さんが小田切美樹さん、で、もうだから与茂晴美さん、与茂晴美さん、だからね、なんか実家族とそれからドラマの今日の家族が一緒なんで、すごく混乱しつつ楽しみながら見てましたね。リクエストカードもう一枚来てます、はい、もう一つあるんですね、はい、チャコちゃんケンちゃんの方ですね。こちらの番組は中西玲子さんという女性の方、はい、10年くらい前、10年くらい親子戦の中でケンちゃんを見ました。周りの人もほとんど気づいていたんですが、誰も声をかけずにいたところ、おばあさんが突然ケンちゃんに、あんたケンちゃんやろというケンちゃんが恥ずかしそうにうつむいていたのがとっても印象的です。東横線で、東横線ケンちゃんは確かね、あれですよ、あの慶応義塾大学に入ったんだよ、ケンちゃんは、うん、ちょっと遠征なんですね。確かそうだと思う、俺は自由史に通ってたんじゃないかなと思う。だから相当優秀で、徳さん知らないってすごくよく知ってるじゃないですか。そういう、あ、ご実さんは知ったですよね。ちょっとね、申し訳ないんです。はい、ケンちゃんはお父さんが、はい、小田切さんがお母さんだったですね。もう、まさみさんという本当のお姉さんでした、はい、これが入っております。あとはですね、チャコちゃんシリーズですが、実は20作という大変長いもので、うん、昭和37年に始まりまして、終わったのが51年の3月という、これはまた20年近い大変な番組だったんですね。ではその人気シリーズの中からですね、第4作の今のリクエストありました、はい、チャコちゃんと第14作のフルーツケンちゃんの VTR 用意いたしましたので、はい、どうぞどうぞご覧ください。違うんです。違うんです。違うんです。チャコちゃん、うわー、チャコちゃん、可愛かったみたいな。えい、チャコ、えらい、すっごいおませだったんですよね、あちゃんが。あ、本当だね、お母さんがね。暑いね、ママ。水抜けてるから暑いのよ。その当時 の、 あの典型的な机です。ちょっとおしゃれになってきた。これが上に蛍光灯がついてて本棚になってる。いくらか物が増えてきたというね。お日様の光浴びてるの。この当時やっぱりあのフルーツパフェなんていうのは子供の超憧れの存在です。なるほど。いや、今でいうおしゃれな、そうです。ね、いいじゃない。こういう子役の人が、急に大きくなってみるとびっくりしちゃうね。そうですね。今一番そういう中で驚いたのは小林幸子でしたね。ああ、そうか、そうか。という